みんな今週もお疲れ。昨日めっちゃおもろいことあったからちょっと聞いてほしいねんけど、ちょっと一旦部屋入るわ。最近さ、ちょっとね、なんかピアノが忙しすぎてというか、ピアノのね、譜読みがもう間に合ってなさすぎて、メインをね、なかなか撮影したり編集したりする時間が取れなくて、本当に申し訳ないというかね、楽しみにもししてくださってる方がいらっしゃったら申し訳ないなって思うんですけれども、どうか登録したままにして、そしてお待ちいただければ大変幸いでございます。いや最近な、一番更新頻度が高いというか、最近ハマってる SNS が、まあもちろんメインは YouTube って考えてるけど、更新頻度第一、Instagram。 知ってます？ Instagram って知ってますか？知ってますか？いや私もね、知ってて登録はしてて、なんとなく更新とか知っててんけどさ、めっちゃ苦手やってない？あのさキラキラしてるやん、なんかこう写真が全員なんかそのキラキラした日常がないから、日常土色。私がリアルにねインスタグラムやったとしたら、毎日今日は山のピアノで練習頑張るぞおーみたいなさ投稿しかできひんから何を載せたらいいのやらとか思っててんけど、ストーリーというねものがあったり、リールというやつがあったり、合ってんのかわからんけど使い方、ちょっととりあえず載せてるからみんなフォローしてな。このサブチャンネルに関しては、まあ、私が一番気軽に出せるというか、ただこう喋って、今こうたまたまこう化粧してますけれども、まあすっぴんで出てもいいし、まあ別にメインもすっぴんで出てるけど、なんかこう気楽に撮れて、で編集もわーってやって、一番気楽に出せるんで、この、まあ、サブちゃんの更新頻度はもしかしたら上がるかもしれへんし、なんならさ、別に私毎日練習してるから、まあ、当たり前ないけど、練習動画とかやったら毎日出せるけど、でも誰も見たくないよね。毎日練習ってね、ピアニストの練習なんかさ、どうなんやろ？リアルなやつってもうほんまに同じとこなんか弾くんですか？さっきもそれ弾いてましたよね？みたいなさ、やつばっかりやし、譜読みの段階とかやったらもう聞いてられまへんよね。ということで、まあ、遠慮しつつ、ね、なんかまあ皆さんに楽しんでもらえるようなと思いながら、思い描きながら、空想しながら、妄想しながら考えてるって感じやねんけどさ、ちょ、本題な。昨日ね、お久しぶりに服をショッピングしに行ったんですよ。で、まあ、私服を買いに行くってことがほぼなくて、最近ね、このこういう毛玉だらけの服とか、ここに醤油がついた、シミのついた服とか、そういうのばっかりになってきたな思って、いくらね、YouTube でもやっぱ毛玉の感じとかわかるからね、あーなんかリナちゃんすごい毛玉やな、でも毛玉っていうあだ名とかつけられたらいいやなと思って、まあそろそろ新しい服欲しいな思って行きました。まあ有名なというか、結構ね、大手の。ブランドじゃない、まあ、ショップに行きまして。で、私好きなんや、そのショップがね。特攻ちゃうで。特攻クローゼットの服着すぎてさ、視聴者さんにさ、またリナちゃん特攻ですね、みたいな。めっちゃ来るけど、まあ、特攻大好きですけど、特攻じゃない、まあ、ショップに行きまして。でさ、いつも私ね、メルカリとかで買わせていただいてまして、数百円、そして、まあ、高くて数千円のね、服をいつも買っているからこそ、こう実店舗での買い物ってもうすごい、ドキドキワクワク、ウキウキ、わっしょいみたいな気持ちで行ったんよ。で、あやっぱ可愛いな可愛いな、あれもこれも可愛いなみたいな感じで見てて、でその試着をねちょっとしてみよう、てかもう買う気満々でいったから、あもうこれも可愛いこれも可愛いみたいになって、で最終的に3着ぐらいに絞って試着をしようと思ったね。でそこの店員さんが、まあ一番よくいらっしゃる一般的なね店員さんやと思う、一般的なっていうか、じゃあ服をこうなんか鏡とかでこうやって見たり、こうちらって見てたら、あその服すっごい可愛いですよね、あのお似合いになると思いますよ、よかったらお鏡でも合わせてみてくださいねとか、そういう感じのね店員さんが、まあ一般的じゃないですか。そううまいことこうシュッとね入り込んできはるっていうか、で私は店員さんと話すの全然苦手じゃないんですよ。こういう感じなんで、あの人見知りゼロなんで、あの全然 ありがとうございますみたいな感じで、でその店員さん、私がどの服を持ってもその瞬間にシュッ、それ人気で、もしかしてそれも在庫一個かもしれないですね、あのまた何かあったらお声掛けくださいねみたいな感じで、あじゃあ何かあったらお声掛けしますねっていう感じで、ありがとうございますって、まあ何かあったらお声掛けしたいのに、何かある前にめちゃくちゃあの声掛けてくれはるから、まあ お声掛けするタイミングないなと思いながらも、まあねそういう営業スタイルが終わりでしょうから、まあ全然いいやと思って鏡合わせたりしてて、最終的に3着ね試着しようと思った。でこうちゃんも一緒に来てくれててんけど、1着目試着した時にちょっとピチッてした感じのニットやってさ、でこうパッて開けたら、もうその店員さんすごい、もうカーテンがピッて開くと同時に、あーあ
みたいな、もう遠くから、あーすごいすごい可愛いです、すごい似合ってますみたいな感じやって、それな実際全然似合ってなくて、めっちゃだるまみたいな感じになってな、それはさ完全に私が悪くて、私の体型がもうだるまなんよ、だからもう何着てもだるまにしかならんのやけど、それがニットがピチッとしてることにより強調された、もう密封されただるまみたいになってさでもう本当に気を使わせて申し訳ないなって思うぐらいもう似合ってなくって、でもさそういう時なんかどう言ってたらいいかわからなくない、服は可愛いのに着たら全然あかんみたいな、自分が悪いやん、もう自分の体型がね、申し訳ないけどちょっと可愛いとか言っていただいてありがとうございますってなるけど、でもこれじゃないなみたいな、ちょっと言いづらいけど、あ、じゃあ2着目も着てみますみたいな感じで、で2着目着ました、でまたこうカーテンパッて開けたら、もうあーすごいお似合いです、こちらも素敵ですみたいな感じで着張って、で2着目もってちょっとこう冒険した感じだったね、ちょっと冒険しすぎかなっていう感じで、それ似合ったらもう買いたかったけど、で3着目は結構もう前向きよ、1着目もだるまやったし、2着目ちょっと冒険やったから、3着目こそはもう買う気で着てるからさ、買いたいやん、でもうすごい、ま、前向き前向きで、もう多少似合わなくても買おうぐらいのね勢いやったよ、ほんま実際で来ました。そのカーテン開けたら絶対その店員さんすごい勢いで滑り込んできはるから、ちょっとだけ開けて、こうちゃんちょっと来て、でちょっとひっそり呼び寄せて、どうで、こうちゃんの正直な意見聞きたいと思って、どうって言って、いいじゃん似合ってるじゃんみなちゃんみたいな言うてくれて、えほんまって、でその服ちょっと私もあの2着目も冒険やってんけど、3着目もちょっと若い感じの服で、フリルとかあしらわれてて、私こう柄にも似合うね、可愛い服が好きなんで、まあ、可愛すぎかなと思いながらも、ちょっと落ち着いた色味やったから、まあ許されるだろうかなと思いながらちょっと悩んでて、まあでも結構買おうみたいな気持ちやった、ほんまに店員さんが気づいて飛んできはって、すごいとっても素敵です、お似合いですって言ってくださって、 ありがとうございますみたいな、でもこの服って人が着たらこうなるんだ、この服ね誰も手に取らなくて2、3ヶ月で初めて人が着てるのを見たんですよ、すごい人が着たらこんな感じになるんだ、かわいい、今まで何が着てたん、牛鳥、いやマネキンが着てたんやだけどさ、そんな数ヶ月誰も手に取らんかったやつ私手に取ってなんなら買おうとしてるけど、これ大丈夫なんかしらって思って、でね、いろんなタイプの人やるやん、個性的な誰とも被りたくないっていう人やったら多分それでやったーってなると思うねんな、誰とも被らへんやんみたいな、2、3ヶ月誰も着てないんやったらさ、街歩いててもこれ誰とも被らへんし、よっしゃーと思って買う感じになると思うけど、私さファッション好きやけどさ、人気がないやつに手を出すほど自分のセンスに自信ないのよ、わかるこの気持ち、なんか一応人気の商品を手に取っときたいタイプでなんか、まあ、そつなくじゃないけど普通に可愛いって思う服を着たいし、みんなに人気の服やったら安全かなみたいな、それがさ 2、3ヶ月とかあって誰も手に取ったことなくて人間が着てるの見たことない服今私着てますやんってなって、それちょっと買う気なくなってもうて結局買わんかったんよめっちゃおもろくない、センスないかなってなっていやー人が着てんの初めて見ましたって言われたのがさ、それ言われたの初めてですって感じで、ちょっとめっちゃ面白かったんけど、ということで結局ねまた服買わずに終了しました。だ服買いに行きたいな、みんなどこで服買ってる、コメント欄で教えて。じゃあ今週もお疲れ様でした、バイバイ。